一週間の地震についてお伝えする、週刊地震情報です。まず、こちらの図をご覧ください。こちらは、今日十日の午前十時までの一週間に発生した震度一以上の地震の震源をプロットしたものになります。この一週間ですけれども、震度三以上の地震の発生は引き続き多くなりました。全国で八回発生をしております。 そしてそのうちの一つですね、えー、こちらが9日の土曜日の、えー、早朝に発生をしました千葉県東方紀を震源とする地震となります。えー、マグニチュードが4.5、えー、震源の深さがおよそ30キロとなっておりまして、まあ、この地震によりまして千葉県の一宮町と長南町で、えー、震度4の揺れを観測しました。 でこのエリア、まあ、2月の終わりから続いております千葉県東方沖などの地震活動で、まあ、震度4を観測するのはですねおよそ1週間ぶりということになりますでこのエリア、まあ、いわゆるスロースリップと言い,います、まあ、通常の地震ですと岩盤がですねこう急激にこう動き合って、まあ、強い揺れを発生させるっていうのが、まあ、通常の地震なんですけども岩盤がですねゆっくりと 海の方から陸地の下に沈み込むことによって体に感じない地殻変動というのがこのあたりで、えー、先月末から起きております。で今回、まあ、その周辺で地震活動が活発化しているんですけれども、今回もその地震の、まあ、一つと覆うことが挙げられます。この千葉県東方期付近の地震活動ですけれども、2月の29日から3月の2日にかけてのピークの時に比べますと、えー、地震活動はだいぶ ててきております。数は減ってきておりますただ、まあ、このようにですね、青い手やや強めの地震が起きることもまだまあ可能性としては考えられますので、まあ、今しばらく注意をするようにしてくださいそしてこちらがです、ね、宮崎県の地震となりますこれはですね、7日の木曜日相次いで起きた地震の震源をプロットしたものになります。このうちですね、 宮崎県の日向市の付近で、えー、立て続けに起きておりますこちらは2日の土曜日にマグニチュード4.4の地震そして7日の木曜日にマグニチュード3.4の地震が相次いで発生をしましたで、また7日同じ7日でも今度はですねもっと北の方延岡市の方付近 この辺りでやはりマグニチュード4.0の地震が発生をするなど宮崎県北部平野部では地震活動が相次いで発生をしている状況となります。一方です、ね、7日の辺りに同じようなところで、 地震が続いたわけなんですけども、こちらの南側の日向市付近の地震と、北の延岡市付近の地震というのは、メカニズムも違っておりまして、まあ、別物の、えー、地震ということが言えます。一方で、ね、この宮崎県北部平野部の浅い地震の活動というのは、ですね、かなり珍しい部類ということになります。えー、このあたり。 まだ地震活動続いておりますので、この後も最新の動向にはどうぞ十分お気をつけください。そして次がこちらが9日土曜日の昼過ぎに発生をしました、北海道浦川沖の地震となります。マグニチュードが4.5、震源の深さがおよそ70キロとなっております。この地震で北海道の厚真町と浴びら町、向川町で、 震度3の揺れを観測しましたで、浦河沖を震源とする震度3以上の地震は先月の28日も発生しておりまして今年で2回目となりますでこの浦河沖というのはですね太平洋プレート南のプレートが北海道の下の方にこう沈み込んでいる領域にあたっておりまして規模の大きな地震が たたびび発生をすす。るところになります最近ですと2016年にマグニチュード6.7で最大震度5弱の地震そして1982年にはマグニチュード7.1浦川沖地震と命名されましたけれどもそういった大きな地震が起きて被害が発生をした事例ということもありました。今回の地震は、 比較的頻度の多い、まあ、規模になりますけれども、周りにはそういった大きな地震が発生をするということになります。そして最後に海外の地震です。USGS ・アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の地震の震源をプロットしたものになります。この期間、最も大きな地震はですね 南極に比較的近いところマコリ島の近海で発生したマグニチュード6.7の地震となります。こちらは日本時間の4日の未明に起きたものになるんですけども規模はやや大きかったものの岩盤のずれ方がですね垂直方向に動いて海面を押し上げるあるいは引き下げるものではなく横方向にずれるタイプでしたので。 津波の発生はありませんでした。この領域ですけれどもこちらもですね、太平洋プレートとオーストラリアプレートの境界に位置をしておりまして地震活動が活発なエリアということになります2008年にはマグニチュード7クラスの地震が起きたような事例もありましてこのタイプですね 今回は横ずれ方向だった、横にずれる方向だったんですけども、上下方向にずれるような地震も起きるところになります。マグニチュード7クラスになってきますと、津波の発生も心配されるエリアということになります。国内の地震情報ですとか、海外の地震に関するニュースなどについては、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。